月曜日気晴れイライテッドステーション。こんばんは、鹿児島イライテッド FC 応援リーダーの田辺豊です。感謝。そしてこんばんは、波合です。今日も天皇杯男の田中さんと楽しく配信していこうと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。この番組はあくまでも私応援リーダー田辺豊と富成さんの目線で熱くゆるくお届けしていく番組となっておりますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで5月5日子供の日、富山戦勝利しました。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。いやー、おめでたい、おめでたい、本当にすごくない？ね、ホーム戦5戦負けなしと。すごいね。うん、でもね、俺いろんなデータをこう洗いざらい調べたの、昇格したチーム2敗もしくは3敗以上してない、ホームで、うん、ホームで、ホームで負けないっていうのはやっぱ大事かなって改めてこう、うん、調べて分かったよね、うんうん、で今まさに負けなしできてるから、はい、皆さんの力、そして選手たち、はい、選手たちがそれに応えようと奮起してる姿、うん、いやこれがまさにもう見てて気持ちがいい。うん。はい、ありがとうございます。うん、はい、そしてホーム5戦負けなしで、僕勝手に昇格ライン、あれ大体あるじゃないですか、うん、あの今年は18チームだよね、18チームで34試合、年間としてある中で、まあ、ちょっと高く見積もって、うん、勝ち点何取れれば昇格できるかなって考えた時に、うん、過去のデータ見た時に最初65と思ってたけど、うん、まあ、70超えてこう昇格してる年とかもあったから、うん、まあ、70と勝手に田野豊が設定しました。田野豊の勝手に昇格ライン勝手に勝手に、うん、これ公式にすると怒られちゃうから、うん、勝手に昇格ライン決めました、うん、残り70まであと53、勝ち点53を拾えば、昇格できるんじゃないかというふうに思っております。で残りが26試合でしょ。早い。26試合でしょ。早い。15勝したら45点取れるでしょ。いやー、そんな簡単じゃないんですよね。はい、選手の皆さん本当にすいませんでした。はい、ということでホームゲームここ5試合終わりまして、まあ、前回もお伝えしましたけど、入場者数21,541名の方にご来場いただいているということでありがとうございます。合計がね、合計が、うん、5試合の合計が 21,541名、うん、で1試合平均前回が4100人だったんだけど、うん、5月5日のホームゲームなんと5000人の方を5000人を超えたので、ね、うん、ここ平均がぐっと上がりまして、うん、平均観客、動員数1試合あたりの、はい、が、4300人となりました。お、すごい。今ね、J3 リーグで3位かな、うん、入場者数の、その平均入場者数の、うん、ランキング的には、うん、だからこれもね、ぐっと上げていきたいなと思ってるんで、そうだね、うん、皆さんぜひ、やっぱこの観客動員数と、うん、昇格とか優勝とか目標達成とか、うん、まあ、勝ち負けとか絶対こう、比例してくるものかなと思ってて、うん、過去のデータ見てても、なのでぜひぜひ、今こうご覧の皆さん、そしてホームゲーム来てらっしゃる皆さん、ぜひね、あのお友達を1人、いや2人、いや3人でもいいですよ、連れてきていただいて、逆だったら、いや3人、2人、いや1人でもいいですよ、はい、連れてきていただいて、ね、みんなでこうユナイテッド、鹿児島のチーム、一緒に上げていきましょうよ、はい、よろしくお願いいたします。はい、そしてですね、天皇杯がね、行われまして。はい、この結果、まあ、皆さんね、ニュースとかで見てると思うんでご存知かもしれないですけど、まあ、現地に行ってね、見られた方もいらっしゃると思いますけど、改めて、結果を言いますと3対2、延長戦の末3対2で、金谷体育大学を下して、本戦出場が決定となりました。なので今日は2試合分の、お祝いをここでね、皆様の前で、配信で届けようじゃないかということで、やらせていただいております。うん、まあね、で、リーグ戦と、まあ、ガラッとメンバーが変わりまして、スタメンがね、はい、うん、でこういうこの試合で僕は一番良かったなって思うのが、うん、やっぱりこう井原選手が得点取ったでしょ、うん、まあ、そこよね、うん、しかもセットプレーから、うん、まあ、ちょっとさっきテレビでも喋ってきたんだけど、まさに同じことを言うんですけど、14得点今取ってます、はい、総得点、うん、ユナイテッドは、うん、うちセットプレーからの得点、うん、開幕戦のフリーキックの1本だけ。なのでこれからシーズン進んでいく中で苦しいゲームとかになった時、やっぱりこう強いチーム、勝ち点をこぼさないチームって、うん、どんだけ調子悪くてもセットプレーとかコーナー、うん、フリーキックで得点取って引き分け、勝ちに持っていく、うん、勝ち点を取るっていう戦いがね、あるので、
ぜひ、今回の天皇杯で取れたんで、またリーグ戦につながるんじゃないかなと僕はね思いながら、そしてウェズレー選手も久々にこうねセンターバックとしても出場して、うん、なんとキャプテンマークを、うん、野竹博也くんがこうして巻いて出てくれたことがすごい俺鳥肌立って、うん、俺がね勝手に妄想してるイメージなんだけど、うん、野崎博也はもう鹿児島のレジェンドになってほしいって思ってる男で、まあ、アカデミーから U18 からね、うん、トップに昇格して、うん、でもう18歳の時からね、うん、J リーグの舞台にこう一歩足を踏み入れて、でまさに鹿児島のこう象徴といえる男だと思うんで、彼がねこうしてキャプテンマークを巻いてピッチに立ってる姿を J リーグでもぜひ見たいなと思うから、まあ今年もそうだけど、これから先も含めてもっとより上のカテゴリーで彼がねこうやって巻いて戦ってる姿を見たいなっていうふうにね、うん、思っております。あとは石塚海ですよ、うん、石塚海君がねもう前線から頑張って頑張って守備をするわけですよ、うん、その目立ったその記録として残ってる結果っていうのはないんだけど、うん、彼のこう守備の頑張りとかそういう部分っていうのは、まあ、大竹監督のこう胸とか、胸に胸とか胸以外なかった胸に響いたんじゃないかなと、ね、僕は思っておりますけれども、いやよかったね。そしてなんといっても、うん、ゴールキーパーの白坂選手、うんね、もちろん出森選手も頑張ったよ、頑張ったけど白坂選手がねこう出ない中でも、うん、みんなを鼓舞する声、失点した後なんてね、うん、こうよりみんなに頑張れって今だぞ、うん、大丈夫大丈夫っていう声をかけて、ね、チームのこう精神状況、試合に出てなくてもこう一緒に戦ってる感がすごい出てたんで、あいいチームだなと思いながら、ね、天皇リーグ戦じゃないけど、うん、こうやってリーグ戦かのようにみんなが同じ熱量で戦える、うん、大竹監督も含めて、うん、本当に素晴らしいチームだなっていうのを改めて、ね、この天皇杯で僕は感じることができました。そして最後にこの男を忘れちゃいけませんよ、五稜純喜、うん、最後の1分1秒まで諦めない、ね、で彼が粘って粘ってファウルをもらって、うん、で後半ロスタイムのフリーキックにこぎつけて、うん、で彼が蹴って、うん、で得点に至った、うん、そして、うん、まだいました、最後じゃなかった、最後じゃなかった、米澤レイですよ、はい、米澤レイ君がねやっぱり決めてくれた試合は未だ負けなしと、うん、リーグ戦のみならず天皇杯でもね決めてくれて、やっぱストライカーっていうのは前田選手もそうだけど、うん、まあ、こういう大事な場面、うん、みんながここっていう場面で、てかアシストはね有田君だからね、うん、ヘディングで、まあ、このアオンの呼吸もそうだけど、こういうところで決めてくれる、ああエースストライカーの風格だな、で子供たちに見てほしいの、米澤選手見てちゃんとボールを見てシュートってるでしょ、うん、これができるのがエースストライカー、どうしてもチャンスになるとボールから目離しちゃう、どこのコースが空いてるから、キーパーどこにいるから、どうしてもボールを見ないでこうシュート打ってしまう、だからこう当たらずに外してしまうということが多々あるんですけど、うん、米澤選手のまさにこの1枚の写真、これがねこうストライカーはこうであれっていうものをね、物語っているのかなと思うので、いやでもね金谷体育大学の選手の皆さんも粘り強くて技術も高くて、うん、でもう毎年強いチームをこう作ってきますけど、うん、まあね、塩川監督も言ってましたけど、本当にここから、まあ、金谷も鹿児島の、ね、大学ですから、ここからユナイテッドに入って活躍してくれる選手も多くいますし、うんね、ぜひぜひ一緒に鹿児島を盛り上げていけたらなと思うので、ユナイテッドの選手の皆さん、そして金谷体育大学の選手の皆さん、本当にお疲れ様でした、ありがとうございました。はい、それではですね、5月5日木曜日に行われました明治安田生命 J3 リーグ第8節、カタール富山戦を一緒に振り返っていこうと思います。それではまず順位表出せますかね、はい、順位表3位、うん、なんとも大混戦、うん、ね、こう去年も確かそうだったけど混戦だったけど、まあここ2年もう稀に見る大混戦みたいな感じで、うん、まあ、上3つ1位2位3位同じ勝ち点、うん、で鹿児島、例年以上に今年得失点っていうのがしっかり、取れてるのかな、うん、失点少なく得点が取れてるっていう傾向がこうやって数字でも見られるんで、うん、すごい僕の中での期待値も高まってきてるかなって感じしますけど、まあ、選手たちは目の前の1試合にっていう感じなんで、うん、そこをね僕らは通していければと思っております。はい、そしてメンバー見ていきましょう。メンバーこちらです。白坂選手、ディフェンスが渡辺選手、広瀬選手、岡本選手、おー砂森和也選手お帰り、そして、木村選手、中野選手、
そして遠藤選手が初スタメンと、うん、ね、いうことになりました。この試合も、ね、大活躍してましたけど、そして安定の五稜純喜、有田選手、米澤選手というスタメンになります。サーブはですね、ウェイズレイ選手、井原選手、木出選手、八反田光栄選手、うん、野竹博也選手、福田美希人選手、山本俊介選手というメンバーになりました。はい、それではですね、映像とともにの前に、勝利したということで、田上隆乃勝手に MVP のコーナーをやっていきたいと思います。今回もお二方の選手に無理を言ってお電話をさせていただこうかと、思っております。はい、じゃあね、電話をしていくんですけれども、いやーちょっと緊張するな、今日の電話。あ、そうだ、めちゃめちゃ緊張する。じゃあまず一人目はこの選手からいってみましょうかね。それではこの選手です。あ、スピーカーをしてもらっていいですか。すいません。あ、こんばんは。こんばんは。あ、自己紹介をお願いします。背番号19番山本俊介です。あら、山本選手がやってきてくれました。ありがとうございます。山本選手、お疲れ様でした。富山戦、お疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。いや、そしてね、今シーズン初ゴールを、決めたということで、本当におめでとうございます。ありがとうございます。周りからのなんかこう、祝福の声みたいなのありました？いやすごい連絡もらいましたし、お、まあ、待ってたっていう連絡がいっぱい来たんで、すごい嬉しかったです。ね、あのスタジアムの雰囲気も何かこう先制ゴールとか決勝ゴールを決めたぐらいの盛り上がりになって、4点目でしたけどそれぐらいの盛り上がりになって、はい、あのね、そして、ね、うん、おたけびがね、嬉しかったよ。僕も見たんですけど、うん、歓声すごかったですね。ね、すごかったよね、拍手、もう大拍手で、はい、はい、そしてね、スタンドにも、そして SNS にも山本ファンがね、すごく増えてるんじゃないかと。エキサイティングシートって30名ぐらいの方々が見られる席があって、僕がこれアテンドしてるんですけど、うち30人中3名が山本選手に日本持ってて来てました。はい、いや、その僕も見てすごい嬉しかったですね。あ、やっぱあれ、ああいうのってこう見えるもんですか？いや、タオルとかユニフォームとか気づきます、やっぱり選手は。あ、気づくんですね。はい、ちなみに一番どういった時にこう気づきます？最後のスタンド挨拶とかだとすごい目に入るんで、選手が多分こう歩きながら喋ってると思うんですけど、うんうん、あれは選手同士で、あそこ自分のタオル持ってくれてるよっていうのをこう探したりとか。なるほど。歩きながらみんな喋ってますね。あ、そうなんですね。はい、てっきりもう五稜選手、白坂選手しかしそれをやってないと思ってましたけど山本選手も。いや、結構みんなやってますよ、あれ。それ嬉しいですね、うん、これはまたありがとうございます。グッズが売れそうな気がしてきましたありがとうございますよかったです。そして、試合全体をこう、ね、まあ、外から見てる時間、そして自分がピッチに入った時間とあると思うんですけど、こう全体振り返ってどうでしたか？まあ、はい、先制できて、うん、局面局面でも圧倒してたと思いますし、はいはい、まあ、僕とかサブの選手は、まあ、点が入ったことによってより入りやすくなったんで、すごい良かったです。なるほどね。そして後半21分でスタジアムがね、沸きましたよ。山本選手が入ってきます。その瞬間、こう何を一番考えてました？入ってくる前、交代の時。まずはそのゲームを壊さないように、うん、しっかりゲームに、自分がゲームに入るっていうことを意識して、うん、あとはもう3対0だったんで、はいはい、もう絶対自分も点を取りに行こうっていう気持ちで入りました。じゃあ、点を取ってやろう、絶対点取ろうとか、自分のことより、自分のことってより、もうチームのこうゲームを崩さないようにっていうのがすごいね、うん、そうです。毎試合一応その守備からやっぱり入るっていうのは意識してますし、自分の役割を全うするっていうことをまず優先してゲームに入ってます。いやー、今日ね、山本選手がこう生電話ということで、視聴者数がいつもより多い、すごいですよ350名ぐらいの方見てますからね。いや、嬉しいですね。嬉しいですよね。そして迎えた歓喜の瞬間、後半42分、中原修斗選手からのパスを受けた山本選手が左足一閃、
見事に今シーズン初ゴールを決めましたけど、その瞬間ちょっと振り返ってもらっていいですか、あのシュートシーンのところ。そうですね、まずその試合前に有田選手と喋ってて、はい、うん、あの相手の3バックがの脇が開くっていうのを2人で話してて、サイドがね、はいはいはい、で前半終わった時点でもう一回喋った時にやっぱり今日も空いてるっていう話があったので、はい、あのシュートさんが持ったシーンもあスペースが空いたと思って、あの変に動かずにあの待ってシュートさんがパス出してくれるタイミングを伺ってたっていう感じです。なるほどね、じゃあもう試合出る前からある程度イメージを作って。そうですね、あの意識はしてて、まあ、シュースタンから絶対にボールは出てくると思ったんで、そこの準備だけはしておきました。なるほど、じゃあ山本選手がズバリこう富山戦、あこれが勝因だなって、まあ、いくつかたくさんあると思うんですけど、中でもまあこれ挙げるってなれば何でしょう。やっぱり局面局面で本当に圧倒してたので、やっぱ球際の部分ではもう絶対一個も負けてなかったと思いますし、うんうん、そこがやっぱり勝利につながったと思います。いやーありがとうございます。そしてちょっと試合とは違うことを聞いていこうと思うんですけど、はい、あの山本選手の何かこうルーティンがあれば知りたいなと思って、はい、教えてもらえますか。これファンの方がね一番聞きたいところだと思うんで。はい、試合前日に、うん、トイレと洗面所とリビングの掃除します。あら、もうそれ全部ですね。お風呂掃除だけは、うん、まあ、違う。あ、そうか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 、はい、水回りをとりあえずこうきれいにする。はい、してから、まあ、最後リビング掃除機かけてみたいなのをずっとやってます。あら、後ろの選手一緒ですね、またこれ。あ、本当ですか。うん、後ろの選手はあの当日にトイレ掃除をするっていう。あ、僕、はい、前日ですね。アウェーでもあのホテルのトイレを掃除するみたいですよ。本当に。はい。はいはいはい、僕はアウェーだと出る出発する前日にやっていきます。ああ、そういうことですね。なるほどなるほど、はい、ありがとうございます。じゃあ、 あの山本選手、あと2つぐらいになるんですけど、はい、今一番欲しいもの何かありますか。欲しいものは、うん、これ、まあ、ゴールって言いたいんですけど、あ、 ゴールじゃないか。まあ、プライベートなことで言うと、はいはい、あの鹿児島に来てあんまり服が買えてないので。あ、服ね。なんかあのサポーターの皆さんでどっかおすすめの服屋さんがあったら教えていただきたいなと思って。あ、な、ちなみにどんな感じの服装ですか。それを聞いとけばこう分かりやすいかな。あの僕はそのストリート系っていうか、あ、はいはい、あのちょっと大きめの服、ダボっとした服とかを着るので。なるほど。なんかそういう古着屋さんとかもあれば。あ、なるほどね。あのスケボーに乗る感じですね。あ、そうです、そうです。はい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 、わかりました。じゃあぜひぜひ皆さんコメントで、あのぜひいい服屋さん、古着屋さんなどあれば教えてあげてください。じゃあ最後に、次節へ向けてのメッセージ、ファンサポーターの皆さんへ、よろしくお願いします。はい、まあ今回5000人を超えるサポーターの方が来てくれて本当に力になりましたし、うん、この試合を機にまた連勝できるように、次アウェー今治でも絶対勝つので、また応援よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ということで、山本選手に生電話させていただきました。 MVP おめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまたどこかで会いましょう。はい、ありがとう、失礼します。はい、はい、山本選手でした。ありがとうございます。いやー、何回やってもいいね、これは。うん、なんか生の声聞けて、空のとこハイライト見れるってやっぱ贅沢だよね。ね。いや、この企画考えた人天才だな、本当に。ありがとう。ありがとうございます、本当に。すいません。あ、もう一方いらっしゃいますんでね。ぜひ皆さん、お、すごい。視聴者数333人。あ、一人減って332でした。はい。じゃあこの方にかけていこうと思います。お願いします。今日早いな。こんばんは。こんばんは。自己紹介をお願いします。みんなの有田、有田光輝です。もう万全の準備して今ね、噛んじゃったね。いや、もう YouTube ライブ見てちょっと高ぶりすぎました。
有田選手らしくてまたこれ人気です。ありがとうございます。有田選手です。ありがとうございます。よっ。いやー、富山戦そして天皇杯お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。まず主にこうリーグ戦のことをちょっと振り返っていこうと思うんですけど、はい、これだけチーム最多得点を取っているにもかかわらず、はい、初の MVP 電話となってしまったことをお詫び申し上げます。いや、あの逆に満を持してかなというなるほどね、ポジティブですね。さすがですね。はい、いやいやいや、ちょっとここで質問なんですけど、はい、クイズかな。ご自分の、決定率って何パーセントかご存知ですか、今8試合で。どんぐらいですかね。僕調べました。半分ぐらいじゃないですか。もう一度いいですか。半分ぐらいじゃないですかね。それは 50% っていうことでいいんですか。はい、正解ですなんでこれ分かっちゃうのすごい。そう、当たってしまいましたね。有田選手こうストライカーの前にいるんだけど、はい、シュート数って1試合に1、2本、これでゴール取っちゃってるんですよ。はいはいはい、どれだけ決定率高いんだっていうね。結構僕の知ってるフォワードってシュートを1試合でそんなに打ってないからですかね、逆に。もう1回いいですか。はい、なんて言いますか、ね、そんなにシュート打ってないから決定率が高いっていう。すみません、なんかマイナスに持っていこうとしたわけじゃなかったんですけど、まあでもそういうことですよねでもその分ポストプレーだったり、まあ、結構万能型のストライカーじゃないですか。 それってこう誰かの結構万能。どうぞどうぞ、すみません、噛み合ってないですね、すみませんね。万能型っていうのは結構目指してるなんで、昔から。あ、そうなんだ。なかなかね、はい、いいストライカーなのかなって感じしますけどね。はい、あとすいません、試合のことじゃないんですけど、五稜選手の試合前のセレモニーとか、あと広瀬選手のセレモニーの時に、はい、後ろでピースしてましたよね、試合前。はい、はい、しましたね。あれは、まあ、試合直前ですけど結構余裕あるなと思って。はい、あれ絶対有田選手欲しいんですか。まあ、なんか僕自身はそんなに試合に入り込むタイプじゃないんで。あ、なるほど、意外。はい、まあというか、はいはいはい。じゃあ有田選手、ちょっと試合の方を振り返っていこうと思うんですけど、はい、まあ試合全体、はい、全体を振り返っていかがでしたか。そうですね、まあ比較的狙い通りというか、ほうほう、やろうとしていることができたかなっていうのは試合通して思います。なるほど。具体的に言うと、まあスカウティングで見た相手のウィークポイントのところをつくというところと、はいはいはい、まあ富山戦の前節の長野戦で負けた時に、ほうほう、まあ、足りなかったところとか、まあ、修正するべきところっていうのをチームで、まあ、振り返って、うん、まあ、そういったところは改善ある程度できたんではないかなと試合をやりながら思ってました。はあ、なるほど。そしてこの日ね、一番、まあ、山本選手のゴールも含めてこう湧いたシーンがそうだったんですけど、はい、35分の先制ゴール、あれをちょっと振り返ってもらおうかなと思うんですけど、はい、いかがですか。なんかそうですね、試合自分の中でトラップの感覚すごい良くて、うんうんうん、で純喜くんがアウトで投げたんですけど、はいはい、まあ、最初ちょっと後ろの方にボール行ったんでどうしようかなと思ったんですけど、はい、まあ、なんか本能的に足が動いててトラップしてて、なるほど、はい、でマサが見えたんで、マサに本当は打たせたかったんですけど、おうおうおう、ちょっと多分落としが強かったのかタイミング合わずにトラップしてましたもんね。はい、でもトラップ、まあでもその結果、はい、うん、はい、いい感じにボールこぼれてきて決めれました。いや、すごい、あそこにこぼれてくるのがでも有田選手というかストライカーですよね。いや、なんか本当、まあ、ありがたいですね。あと決めるだけだったんで。いや、ただトラップはね、子供たちのお手本にしてほしいっていうぐらいピタッと止まりましたからね
はい。びっくりです。なんかコツあるんですか、トランプの。なんすかね、もう力入れすぎないことですかね。確かにあのシーン脱力してた。はい、なんか、はいはい、基本力はあんま入れないように心がけてるんで。ああ、なるほど。そして、はい、有田選手、あのゴール決めた後なんですけど、ちょっと気になって、あのなんか、はい、あの歌舞伎ポーズみたいな感じでカメラの前に立ったじゃないですか。あれ、何だったかなっていうの気になって。いや、試合当日、子供の日だったじゃないですか。はいはいはい。だから、あの子供たちがちょっとしそうなポーズとか、喜びそうなポーズしたかったんですよ。ああ、なるほど。はい、で試合前からずっと考えてて、はい、でいざあのシーンになったら全然出てこなくて、はい、あ、なるほどそうなんですよ。だからとりあえずなんかああいうポーズになってしまったっていう。なるほど。なんか歌舞伎系の友達がいて、なんかその人にダゾーンに向けてこうポーズしてるのかなって思って、すいません。あ、じゃあ、そういう真相があったんですね。ちょっと、はい、俺の実力不足でしたね。まあ、サッカーの方で実力を発揮してますから全然問題ないですけど。はい、あとはですね、有田選手から見て、はい、ズバリ富山戦の一番の勝因って何だと思いますか。はい、難しいと思うんですけど、すいません。勝因、まあワンチームですかね。あ、一つになって戦えたと。はい、あ、まあ、長野戦前後でちょっと、まあ、コロナが出たりとか、はいはいはい、まあ、敦貴なんかは試合中に怪我したりとか、うん、まあ、いろいろその、まあ、その結果としてまあ長野戦敗戦したりとか、チームとしてこういろいろあった中で、まあ、そこから富山戦に向けてチーム一丸となって修正して、あの勝利ができたっていうのもあると思うんで、まあ、そこは本当チーム全体でまとまれてたなっていうのはあの週は感じました。なるほど、深いね、深いチームだね。すごいすごい、ありがとうございます。で、まあ、先ほど子供の日っておっしゃいましたけど、まあ、子供たちも見てると思うんですよ。まあ、有田選手、ストライカー、フォワードからしてこう一番こう大事なこと、これは大事だぞっていうのを何か一つあれば教えてもらえますか、フォワードとして。これそうですね、はい、まあ、やっぱり、まあ、やっぱ責任感とかっていうのは後々出てくるとは思うんですけど、はいはい、まあ、でも頼むの忘れちゃいけないかなと思います。もう一度いいですか、すいません、まあ、電波があれでした、すいません。あ、どんな状況でも楽しむっていうのは、楽しむね、忘れてはいけないかなと。はい、なるほど。この領域まで行った選手、やっぱみんな楽しむっていうことをね、絶対言いますもんね。なるほど、なるほど、ありがとうございます。そうですね、はい。そんな有田選手のファン、サポーターが一番聞きたい質問なんですけど、ルーティーンとかあれば教えてほしいなと思ってですね、はい、ありますか。ルーティーンですか、はい、そうですね、そんなになんか普段からこだわってることないんですけど、まあ、試合前とかはよく、はい、海外の選手とかのゴール集見たりとか、イメージを作ると。あと逆に、うん、はい、あとキーパーのセーブ集見たりします。それはちょっと新しいね。それはなぜ、はい、ちょっとキーパー側の気持ちになって。なるほど、はい、なんかフォワードだったらこう打ってくるっていう風になったら、じゃあその逆打てばいいのかみたいな。はあはあ、面白い。あ、参考になるかも、これ。ありがとうございます。はい、有田選手、今一番欲しいものは何ですか。やっぱチームとしての J2 昇格への切符。わー、かっこいいなー。もうこれ白坂選手を抜いたな、これ。白坂選手はコロナの前に視聴者増えましたね。うん、言ってましたね。え、見てくれてたんですか、生配信。はい、わ、これ嬉しい、ありがとうございます。さあ、じゃあ時間もちょっと来たようなので、最後ファンサポーターの方へ向けてメッセージをいただけますでしょうか。はい、今年ホーム全試結構勝ててると思うんですけど、はい、たくさんの皆さんの応援のおかげで勝ててると思います。1年間全力で戦うので、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございます、ありがとうございます。はい、いや、有田選手でした。すいません、ありがとうございます。有田選手、またワンゴール夢をお届けプロジェクトの方もレギュラーということで、よろしくお願いいたします。はい、
いつもの番組ありがとうございます。はい、すいません、疲れてるところありがとうございました。はい、はい、失礼します。はい、失礼します。はい、有田選手でした、ありがとうございました。へえ、こんなに深く聞いていいのかっていうぐらいね、教えてもらいましたね、うん、ありがとうございます。じゃあそんなお二方の、コメントを頭に入れつつハイライトを一緒に振り返っていきましょう。よろしくお願いします。さあ8節のね、富山戦となりました。まあ、長野戦で負けた後だったので、うん、まあ、昇格とか、優勝を目指すチーム連敗しちゃいけないっていうのをね、まあ、聞きますけど、まあ、そういった中でいろんなプレッシャーがかかった中の試合だったと思います。結果を踏まえ僕もすごい緊張してましたけど、僕は緊張してどうすんだって感じですよね。まあでも同じ気持ちで戦ってるんで、はい、でこの日はね、砂森選手が初出場、遠藤選手が初スタメンということで、ね、このシーン、その砂森選手からの絶妙なクロスでしたけど、この中野選手のね、可愛かったよね、アオサイみたいな感じでね、でも何も言わずこう戻っていく姿で、その後ぐらいからちょっとね、ピンチが2つほど訪れますね。しかしこれを白坂風磨、右手一本でしっかりセーブしますから、素晴らしいですよ、本当にいい準備をしてるからあえて止められる。そして歓喜の瞬間、35分、このトラップ、うん、で落とし、こぼれ球シュート、有田選手で、このポーズですよ、このパフォーマンス、これ何しよう何しよう何しよう、あーうんっていう感じだったみたいですね。こういうのを聞いてね、また見ると面白いですね。絶妙のトラップから落とし、遠藤選手もよく打ち切りましたね、これ。いや、素晴らしいワンチームで得たゴール、そして渡辺選手からの素晴らしいクロスをワンツーしてシュート。これがね、さっきの有田選手同様、自分のところに返ってくるのがね、エースストライカーの風格ですよ。米澤選手は鹿児島に入ってからもうこれで22ゴール目になりますかね。はい、いや23ゴールだ、23ゴール目ですね。そしてこれ、このフリックも有田選手うまい、うん、五稜選手がね、鳥取戦で決めた時も有田選手がああやってこうフリックチョンって触りましたけど、うまいよね、いつ見てんだろうこのスペースをっていう感じの、あれフリックしてなかったら入ってないですかね、うん、でこれ抜いてからのシュートを打つと見せかけてのパスで山本選手今シーズン初ゴール、いやーこの瞬間嬉しかったなっていうか、会場の雰囲気がすごくて、うん、鳥肌が立ちましたね。でこの雄たけびですよ。で米澤選手も、福田選手もみんながさ自分のゴールかのように喜ぶでしょ、うん、この姿がいいよね。てかこの中原修選手うますぎない、うん、ね、絶妙だ。でね、後半ラスト、このに、ね、川西選手、さすが鹿児島キラー、やっぱり点取ってきましたね。この1点、まあ、いらなかっただろうという声もあったんですけど、うん、そんな中でも、まだまだ、締めろ、うん、まだまだここからだぞっていうね、うん、メッセージかのようにも僕は感じましたけどね、ここ4-0で終わるのももちろん大事ですけど、うん、まあ、ポジティブに考えていきましょうよということで。本当にこう試合終わった後の皆さんの笑顔とかそういうのがね、うん、素晴らしかったですね、トミさん。はい、はい、ありがとうございます。次節はですね、次節は5月の15日じゃないですね、次節は15日合ってますね、15日13時キックオフ、アウェーで勝ち点今14ですね、うん、6位にいます FC 今治さんとの戦いになります。まあ、トミさん、今治さん、うん、こう見られててどうですか。最初こう出だしはどうかなって思ったけど、うん、やっぱりこう硬いチームというイメージもありますよね。そうですね、なんか守備はすごい硬くて、で攻撃が前の選手でっていう、はいはいはい、ちょっと分断するというか、みんなでっていうよりは攻撃は攻撃、守備は守備っていう感じのイメージはありますし、うんうん、なんかホーム、まあ、今治さんのホームではなんかすごい強いイメージあるなっていうのは、うん、確かに、うん、俺もダゾーンしか現地の俺実際行ったことないんだけど、ただのダゾーンで見てるあの雰囲気、まあ、会場もあの席からグラウンドが近いんですよ、うん、僕行ったことあるんですけど、どうすごい近い、近いでしょ、うん、もうなんならこうボール取りきたら触れそうなぐらい近いでしょ、普通にシュート打ったら飛んでくるし、あそうかそうかそうか、ものすごい近い、なんで雰囲気はすごいね、あいい、そうか、ホームの選手からしたらやりやすい、うん、だからこそなんかこうアウェーの選手からしたらやりにくくて、アウェー感を感じやすい、うん、
あスタジアムってやっぱ大事ですね。そうでもね、アウェーのお客さんも近いから。あ、そっかそっかそっか。いつも 見れない距離でそうすアウェーでは見れる。あなるほどね。鹿児島のサポートさんも近い。はあ、はあ、はあ、なるほどなるほど、うん、はい、ありがとうございます。さあ、田上隆の勝手に分析も今回ちょこっとだけやってみました。はい、現在4勝2分け2敗と、総得点が、うん、鹿児島今14なんですけど、うん、今治さんは総得点6なんですよ。うん、で失点も総失点も全部失点も6、うん、で得失点差0となってるんですけど、はい、この得点者ですよ、うん、まあ、キーマンといえる3人が、うん、まさにこう点を取ってます、この6点を、うん、はいはい、だこの選手たちをいかに自由にさせないか抑えるか、うん、はい、っていう中でまず1人目が、中川選手、うん、ミッドフィルダー背番号14番の中川選手、うん、まあ、ミッドフィルダーと言いながらもこう3トップの前にいる感じではあるんですけど、うん、まあ、自由にこう中盤に落ちたり前に行ったりってい う, こう結構自由に動いてる選手ですね、うん、でこの選手なんで俺が知ってるかって言ったら、うん、FC 琉球が、うん、あのめちゃくちゃスピード昇格 J3 から J2 に上がった年にジョンソンさんが指揮のもといた選手、うん、でね、ものすごいサッカーセンスを持ってて、うん、自分でもシュートを打てる、ドリブルもできる、パスもできる、うん、結構本当に万能の選手なんで、うん、この選手を自由にしてしまうと、まあ、前節の富山戦でいう川西選手みたいな感じのイメージを持ってもらったら、まあ、本当に何でもできるんで、うん、ここ要注意だな。で今3得点取ってます、チーム最多得点ですね。でもう一人が、その3トップみたいな形の、サイドにいる近藤選手という選手ですね、うんうん、この選手はまあ、次紹介する、まあ、フォワード11番、うん、ラルフ・セウン、セウントインフェンス選手フェイはなかったね、ラルフ選手、はい、ラルフ、まあ、33歳のベテランの選手なんですけど、うん、このラルフ選手身長194センチあります。あこの選手が真ん中にいて、うん、で中川選手、近藤選手っていうこの、うん、14番、9番の選手がこの周りをうろちょろで、後ろの選手はどっちかといったらもうシンプルに、うん、そのラルフ選手に入れてくるような感じですね。だからこのラルフ選手を起点に中川選手、近藤選手がその周りで動いて、うん、まあ、ラルフ選手が落としたボールを中川選手がもらって、それを見た、近藤選手が動き出して、うん、っていうようなこう流動性、3枚の流動性っていうのはすごいあるんで、うん、この入ってくるボール、まあ、もちろん蹴らせないっていうことが一番大事なのかな、うん、いい状態で長いボール、ロングボールを蹴らせないっていうのがすごく大事になるのと、まあ、どうしても蹴られることもあるんで、パスをロングパス出されることもあるんで、うん、そういった時はまずこうボールウォッチャーにならずに、うん、その入った選手はもちろんだけど、その周りにいる中川選手、近藤選手をしっかり誰がつくかっていうところを、受け渡しとか、うん、マークとか、できれば簡単に自由にさせなければ、こう今治さんはこう自由にやりたいようにサッカーはできないんじゃないかなと思うので、うん、ぜひぜひそこを皆さんも注目して見てもらえたら、よりこう楽しんで見てもらえるんじゃないかなと思うので、ぜひ、そういうところも見てもらえたらなというふうに思っております。はい、ということで以上振り返りのコーナーでした。ありがとうございました。はい、ということで続いてはグッズコーナー。グッズコーナー、グッズコーナー、トミさん、はい、びっくりですよ、はい、あの富山戦5月5日のホームゲーム、はい、俺見たことないぞっていうぐらいの、こう俺が撮ったムービーなんだけど、はい、すごいんですよ、長蛇の列、こうグッズをね、うん、あのお買い求めいただくためにこう見てください、この列、これぐらい、これぐらいまで見たことあるんですよ、ここの階段ぐらいまで、うん、ここからまだ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 続きます。しかも身にまとってくれてますからね、グッズをたくさん、なのにグッズコーナーに並んでるという、うん、でここからまだ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 続くという、でようやくここで最後尾、うん、これだけの列を俺現役時代も含めて初めて見た、うん、っていうのもトミちゃんちょっと後から教えてもらいながら、トミちゃんトミちゃんに教えてもらいながら、なんであの列ができた、でまたね、あの、はい、列ができたことによってあのお待たせするね、うん、方も多くいらっしゃったと思うので、本当にあのそこは申し訳なかったです。でも、うん、僕的にはすごく皆さんがやっぱ熱く応援しよう、選手に少しでもこう届くようにっていう思いがこの列になったと思うので、本当にありがたいなという、思いでいました。本当にありがとうございました、うん、何撮ってんだよ頼むよっていう人もいなくて、ね、皆さん気持ちよく手を振ってくれるから、俺も気持ちよくなっちゃってもう止まらなかったもん、ずっと。ありがとうございます。はい、ということで、トミさん、すいません、グッズコーナーよろしくお願いします。はい、は
まずは今田野さんが出してくださったように、はい、大変多くの方に、グッズ販売所の方にお越しいただきまして、はい、たくさんの方にお待たせする時間が長くなってしまったなというところまず反省の一つで、また並んでいただいたにもかかわらず200円ガチャだったり、エプロンだったり、まあ、数量限定の部分で買えない方が多く出てしまった部分はちょっと我々の方も反省して次に生かしていかないといけないなというところではありますね。はい、はい、まずそこは申し訳なかったです。でエプロンに関しては、はい、次の試合に間に合うように、うん、販売できるように今ちょっと調整して、はい、次は6月5日のホームセンのホーム戦にはまた再販売ができるように、うん、ちょっと調整させていただいてますので、ありがとうございます。買えなかった方はお待ちいただければと思います。いつもありがとうございます。本当にいやいや、トミさんがゲストにしてきた感じがしますけど、ね、最近大丈夫ですか？いえいえ、待っていただいたにもかかわらずというところもありますし、はい、皆さんそれだけね期待をしていただいてるっていう部分もあると思うので引き続き、皆さんに買っていただけるように準備していきますので、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、今回は本戦がないので、うん、グッズのアンテナショップだったりの販売の状況をお伝えできればと思います。なるほど、はい、はい、この5月5日の試合から、レプリカユニフォーム、はい、デザインコンフィート T シャツたくさんの方にお買い求めいただいたと思うんですが、うん、そちらを、ユナイテッドゾーンとブエモユカリさんの方で、販売開始できるように準備をしております。すごいね、はい、仕事が早いもう早い、はい、でこちら明日からどちらの店舗でも明日からご購入いただきますので、もしホームゲーム会場でご購入迷って買うのやめたいなって方だったり、このままやなしゃいけなかったっていう方は、ちょっとホーム戦まで空きますので、うんうん、そちら2店舗であれば、実物見ていただいてご購入いただけますので、ぜひ。待って安くない？コンフィット4400円って、はい、5000円出して600円のお釣りが来る、はい、ブエモユカリさんで食べれるじゃん、その600円で、はい、ガチャも回せる、ガチャも回せるじゃんやばー、すごい、これがね、アンテナショップで販売となると、はい、すごいなりますので、ぜひこちら2店舗で明日から買えますので、ぜひまずはね見に行くだけでもお立ち寄りいただければと思います。はい、お願いします。はい、で前回のホームゲーム会場で、はい、新しいガチャガチャラバーキーホルダーの方も販売開始したんですが、こちら画像はないんですけど、はいはい、両店舗でユナイテッドゾーン、ブエモユカリさんでも、ご購入いただけますので、ぜひそちらもご購入ご検討、まずは見に来ていただいて、おうおうおう、見ていただいてご検討いただければと思いますので、引き続きそちらの方もよろしくお願いいたします。お願いします。はい、また何か、情報等はお店の SNS 等で出ると思いますので、はい、あ、じゃあこれを機会にね、あのゾーンのインスタとかツイッターとか、はい、あとブームカリさんのインスタとかツイッターとか、そうですね、フォローしてもらえたら、はい、そういうアンテナショップの情報も流れてくると思う。そうですね、あ、なるほど、皆さんいろんな情報が出ると思いますので、まあ、グッズ以外のね情報もユナイテッドゾーンとか特にね、はいはいはい、コートだったりいろんなところがあると思いますので、うん、そちらフォローしていただいて、いろんな情報を皆さん得ていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、あ、以上です。以上、はい、今日は結構すんなりでしたね。そうですね、はい、はい、ありがとうございます以上、グッズコーナーでした。ありがとうございました。よろしくお願いします。はい、続きましてアカデミーコーナー、こちらもね結構楽しみにしてる方が増えてきてるんじゃないでしょうか、うん、まあ、ユナイテッドもアカデミーができて、だいぶこうなんか形になってきてね、うん、実績もこうだん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 こう皆さんのおかげで積み重ねてこれてますよ、うん、そんな中で、まずは U18 の情報からお届けしていこうと思います。はい、U18 が所属する鹿児島県トップリーグ一部リーグ戦が行われました。はい、対戦相手は鹿児島高校ですね。私立最近力を入れてるチームですよ。監督は樺山さん、僕の同級生でございます。帝京高校の10番ですから、すごいいい選手でしたよ。うん、はい、その樺山さんも実は金谷体育大学出身ですからね。はい、そんな試合だったんですけど、その試合なんですけれども、はい、前半2対0、はい、後半2対2、4対2での勝利となりました。トップリーグ鹿児島高校戦、4対2での勝利、うん、さあ得点者、はい、
皆さんよく聞いてますが、あ、でもこれツイッターで知ってる人もいるんだね。先にね、あの公式のアカデミーのね、アカデミーのね、ツイッターできましたからね、はい、1をね、見てない方もいらっしゃると思うんで発表させていただきますよ。はい、武選手武選手がね、またゴール決めてくれました、はい、それだけじゃないです、今回びっくりです、はい、小島凛志郎選手、はい、ハットトリックです。すごいね、すごいね。ハットトリックってなかなかある、人生でやったこと。小学校とか。あ、そうか、トミさんフォワードか、高校まで。あ、いや、大学まで。大学までフォワードだったの、知らなかったなかなかないよね、俺たち。なかなかないね、小学校で。俺小学校、うん、中学校ぐらいまでだよね、うん、でこの18、高校生年代でハットトリック。いや、すごい、すごいよね、うん、しかもあのトップリーグ、1部リーグ戦だからね、うん、はい、ということで鹿児島高校に4対2での勝利となりました。武選手、小島選手、小島凛志郎選手はハットトリックということで、ぜひ U18 にもね、また注目してみてもらえたらと思います。はい、続きまして U15 の情報をお伝えしていきます。 U15 が所属する鹿児島県チェストリーグの1部リーグ戦が行われました、はい、5月3日火曜日、これも強豪ですよ、太陽国分と対戦しまして、うん、よく聞く。前半0-0、うん、後半0-0、うん、スコアレスドローの引き分けとなりました、うん、まあ、これはどういう、ちょっと試合は見れてないんでね、分からないですけど、まあ、失点しない、まあ、硬い試合だったんだろうな、うん、まあ、太陽国分さん、すごく攻撃力のあるチームですから、毎年毎年、まあ、そこをゼロに抑えて、しっかりこう勝ち点というか、拾えたっていうのは、大事なんじゃないでしょうか。でも、この年代からね、勝ちにこだわるとか、うん、ね、あの内容ももちろんですけど、うん、個人の成長ももちろんですけど、それもすごい大事かなと思いますね。うん、そして、U15 が所属する、2022Jリーグ U14 サザンクロス B、のリーグ戦が行われました、うん、本大会は J クラブの U15 チームに所属する2年生1年生に出場資格があるリーグ戦ですと、うん、5月4日にあらサガントスさんと試合を行いまして、うん、サガントスさんと試合を行って前半0-4、うん、後半0-2、0-6での敗戦となりました、うん、これはね、あの出場機会をということで、開かれてる、ね、大会でもありますからね、すごく、選手たち、これは個人の成長というところ、そして、トップに上がって出るんだっていうね、うん、成長の場になりますから、でまたね、試合でしかこう培うことのできない、うんうん、経験とか、ありますから、うん、そういったところはやっぱりこういうゲームで、でね、今回失点が多かったんですけど、またこれを、ね、どう改善していくかっていうのもね、また、スタッフ陣がね、うん、一生懸命、こう話し合ったりもしてますから、うん、でビデオを見てこう、ここはこうじゃないっていろいろ話し合って、またこういう選手にはこういう声かけをしよう、うん、まあ、いい環境で子どもたちもサッカーできてるな、いい指導者たちのもとでって俺は思ってますけどね、うん、なので皆さんもぜひこれからもアカデミーの成長、それから試合も注目して見てもらえたらなというふうに思っております。はい、ということで以上アカデミーコーナーでした。ありがとうございました。はい、続きまして川島くんのコーナー。あります、あります。川島くん、ちゃんと、はい、今日も準備してくれました。毎年5月の鹿児島は夏なのかそうではないのかで夜も眠れないほど悩みますが、今年はここ数年で一番悩みました。最近はやっと安眠できます。川島です。ということで、どうでしょう、富さん。よく意味が分かんない、よく意味が分かんないみたいですね。ちょっと瞑想に入ってますね、前回の配信と今回の配信。無理しなくていいのにね、もっとなんかシンプルでいいのよね、うん、鹿児島の側はまだ夏なのか、川島ですみたいなね、うん、それでもいいかもね。ですって川島さんはい、よろしくお願いします。川島さんからは5月5日、富山の場外イベントについての報告です、はい、まずユダマルシェ、はい、冒頭にもありますが、今年は悩みましたが、5月の鹿児島はやっぱり夏でした、うん、どこよりも早い夏グルメを筆頭にユダマルシェは大にぎわい、楽しんでくれた皆様ありがとうございました、うん、ユダキャストでもいつもユダマルシェを担当してくださっている T 越さんと、初めて参加してくれた T 崎さんと、今日ほぼもうバレてるけどね、今日は5000人超えてそうですねと話していたら本当に超えました、うん、T 越さん、T 崎さん、俺らの感覚間違ってなかったっすこっちの方が面白い ね、 ね、いいね、こういう方がいいね、うん、いやでも本当にあのユナキャストの皆さん、ボランティアスタッフの皆さん、もうだいぶさ結構経験を積まれてるから、うん、だいたい人の流れ見て、あ今日何人ぐらいだなみたいな、うん、下手したら吉留さんに言ったら怒られるけど、吉留さんより当たってんじゃないかな思う時あるんだけど、
違うか。違うよ。それは違うね。吉村さんもちゃんとデータをもとに分析してるからね。はい。はい、そしてね、ユナステージの方大盛り上がりでした。子供の日ということですね。強く優しい薩摩のヒーロー、薩摩剣士ハヤトがスタジアムに来場してくれました。ユナイクーとサポーターの方々にハヤト体操を伝授してくれたり、じゃんけん大会など、たくさんの子供たちと大きな友達の、大きな友達、まあ、大人ですね。の皆さんで盛り上がりました。僕個人としては、川島君個人としては、薩摩剣士ハヤトは屋台村で数年前に会ったきりで、ようやくシラフでお会いできました。知らないよね、そんな。薩摩剣士ハヤト、わっつかっこよかった。鹿児島弁をここで最後で織り込んできました。うん、はい、小林さん、富成さん、場外の感想いかがでしたかということで、いかがで、小林さんまずいかがでしたか、場外の感想。あ、今ユナイクのインスタで今日と明日上げていくんですけど、このハヤト体操の動画はいいですよ。あ、そうなんですね。あ、じゃあぜひね、あの試合来てたけどステージ見てどうしたの。お、川島くん、なんで仕事中に写真撮ってんのこの人。何してんの。あら、グッドボタンじゃないよ。あ、皆さんグッドボタン押してくださいね、ぜひ。まだ78、4月じゃん。うまい。いや、これはね、徳重代表の報告です ね。仕事中に何してんだっていう。まあでもまあ、ステージの担当だから、まあ許しましょうか。うん、まあ、はい、まあいいんじゃないですか。いいんじゃないですか。トミさんはどうでした、場外の雰囲気。まあまあ、仕事しながらですけど。はい、まあでもやっぱ、いつもより、まあいつも3000人とか4000人のお客さん来てくださるけど、うんうんうん、なんか、今日そんなに多くないなとか あるじゃん。はい、分かる。けどこの日はやっぱもう初めからそのユナマルシェとかステージが始まる初めからお客さん多くて、うん、多かったよね。あ、今日多いなって、やっぱ思った。いつになく多いなっていうのが感覚としてあったから、うん、そのね、お二人、はい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 、TT コンビのお二人の感覚は、うん、間違ってなかったなっていうね、うん、すごいよね。今日は多いなっていうのはすごい感じた。なるほど、うん、僕の中でのこう、うん、今日お客さん多いなってバロメーターはグッズなのよ。グッズの並び具合って結構あの、そうだ、客席、あのスタジアムの客席の入り、うん、とこう比例する、うん、比例してんじゃないかなってあったんで、まあ、5000超える日は あれぐらい列ができるのかって俺はちょっと思ったな。はい、ということで以上、川島くんのコーナーでした。ありがとうございました。そしてそして皆さん、最近ね、ちょっとあのもう恒例となってまいりました、三つ留くんのコーナー。皆さん、ちょっとびっくりですよ。三つ留くんのコーナー、まあ、営業部に所属する三つ留さんの、コーナーなんですけれども、主にこう、営業のこと、それから、スポンサー関連のこと、それから、ユナソンのこと、うん、そして、ユナマルのこと、うん、などをお伝えしていこうと思っております。まず、トミさん、はい、前回の配信、うん、スポンサー数、うん、何社でした？400。400社でしたよね、うん、もうこれもすごいんですよ。すごいよ。で、俺が配信で軽はずみな発言をしてしまいました。うん、来週の配信までに何社行ってればいいって言った？400？なんだっけ ?5? はい。405社行ってればいいだろう。あ、行ったらいいねって言っちゃったんですよね。そんな簡単でもないじゃないですか、うん、スポンサー獲得するってなってもらうってこのご時世だし。なんとこちらです、405社達成しました。3つ留めた、すごくない、トミさん。三つ留めた405社、これスポンサー数を表してるんですけど、なんと先週から1週間で5社の皆さんに、しかもさっき配信前実は404社だったんですよ、うん、そしたらさっき一本の連絡が入って、やります、スポンサーになりますっていう方がいらっしゃって、急遽404の、準備してたところ、うん、宮脇さんが、営業部の宮脇さんが剥がして棒を張ってくれて、まさに今準備ができたところだったんですよ。はいはいはい、すごいでしょ。三つ留めた、もう三つ留めさんの顔にね、あ、映った映った。こんな人相してますけど、普段めちゃくちゃ、ちゃんとしたいいやつですからね。はい、ありがとうございます。すごい、皆さんのおかげで、はい、ありがとうございます。はい、すごい嬉しかった、この達成を聞いた時は、ね、ということで、三つ留めさんから大盛り上がりを見せた三つ留めターですが、5社の企業のより申し込みがありました、ありがとうございましたと、はい、また今後の目標に関しては、お、今後の目標出てきましたよ、ついに今シーズンですね、今後の目標、スポンサー数、はい、430社を目指しますと、はい、来週とかじゃなくて今後ね、はい、今シーズンね、今シーズン、うん、
を、目標に頑張ってまいりますと、うん、引き続き皆さんの周りに、クラブを応援いただける企業がありましたら、紹介いただければ幸いです。引き続きよろしくお願いいたしますということで、いやー、ミスドメーター5社アップしまして405社となりました。感謝、いやー、最大級の感謝です。ありがとうございます。はい、そして、続きましてユナマルの情報ですね。ユナイテッドを応援してくださるお店、協力してくださるお店が、サービスを提供してくれるという、試合の当日、そして、前日にのユナマルからの情報。今回もユナマルの治安を守るため SNS パトロールをさせていただきました。店舗数は16だったんですけれども、投稿数も増えてきており、直接三つ止めへ届くように、投稿する、亡者も現れております。見た、ツイッター、あ、見た、うん、あ、そう、三つ止めさんに届けってやつ。おお、すごいすごい、そういうの嬉しい。俺もリツイートしよう。消そうか、まいや、なんで消す。やめろ、その打った人に申し訳ない。はい、引き続き、ハッシュタグいなまる、ハッシュタグ祝杯は薩摩島美人で、うん、で、つぶやいてもらえたらということでした。よろしくお願いします。はい、そしてユナさんの情報です。皆さん、ホーム戦勝ったということで、うん、5月6日金曜日より、ホーム勝利割が実施中です。うん、5月12日木曜日まで、はい、レンタルコート1時間利用につき1000円引きですので、この機会にフットサルやサッカーを楽しみましょうということです。うん、コサルでの割引等も行っておりますので、お気軽にご参加ください。うん、またね、これもユナさんの、インスタ、ツイッターなど、それからユナイテッドのホームページなどを見ていただければ、まず情報等載ってると思いますので、ぜひ皆さん、なんかこうプレーをして、毎回言ってますけど、プレーをして、サッカー、フットサルでもいいからサッカーをして、試合を見るとまた選手の気持ちが分かったり、うん、面白さがよりこう膨らんだりするんで、ぜひぜひ皆さん、されてみてはいかがでしょうか。うん、また天皇杯での勝利割はいたしませんということで、もうこれ潔い、これ以上ね、潔がいいよ、聞かれるだろうしね。うん、そうそう、結構ね、火の車になってますから、うん、はい、ユナさんは。はい、ということで以上、三つ止めくんのコーナーでした。ありがとうございました。さあ、ここからはですね、違うわ、カシャ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 、お供え物が届いたのコーナーです。届きました、本日も音声ということで、これ一番最初もらいました。はい、はい、いつも一番最初にスタジアムに訪れる、女の子から JK からいただきました。JK からいただいたの、はい、お手紙読ませていただきます。タノさん、いつもスタジアムで声かけていただきありがとうございます。タノさんと話せた週は学校を本当に楽しめて頑張ります。私のことを認知してくれてありがとうございます。認知しますよ、だって誰よりも早く、いや、まだあった。最近では、親族もみんなで、打造応援して、ナンバーは何々選手だよねとか、あれに、あれ、タノさんだねとか、いろいろ話せて、親族みんなで応援しています。お菓子少ないけど食べてください、感謝ということでした。ありがたいね、こういう心遣い、気遣いができる高校生。ありがて、ありがて、あれ出た、トミさんの鹿児島弁、ありがて、ありがとうございます、1ありがていただきました。はい、いや、でもさ、こんな丁寧なお手紙まで、でもこの子は本当に一番早くスタジアムに来て、誰よりも早くね、何をするわけでもなく、スタジアムの雰囲気をこう味わってくれてるの、うん、ね、だからもう嬉しくて嬉しくて、いやー、でね、親族との会話のこう話題にもなってるということで、うん、家族、親族でダゾーンを一緒に見てるってすごくない？いいね、うん、一緒になんかその時間を共有する、そう、一つのね、今ね、一緒にテレビ見るとかも少なくなってる中だろうし、そうそうそう、ぜひぜひこういう声は嬉しいね。皆さんもぜひ家族、親族、しっかり巻き込んで、ユナイテッドを応援してもらえたらありがたいなというふうに思っております。そして、続きですね、これは僕が前、公演をしに行った時に、はいはい、公安、祁答院とか、仙台方面にある、はい、添田小学校というところに公安をしに行ったんです。そこの、いつも応援してくれてる、はい、ご家族の子供たちが持ってきました。はい、あのさん、よかったらって言って、何ですか、僕まだ見なかったんですよ。サプライズ。豚味噌とジャコ。ジャコ。ジャム。豚味噌ジャコジャム。いや、ジャコジャムみたいになってるけど、全部バラバラ、ね。豚味噌ジャコジャムいただきました。バラバラね。豚味噌。すごいすごい。ジャコ。豚味噌とかでも鹿児島県産だね、これは。うん。向こうの方でもしかしたら有名なのかもね。なんかね、仙台方面というか北薩方面は道の駅が結構ある。うん、そこにね、その地元の人たちが作ったものとかすごい置いてあって、薩摩川内市あ、でしょ、うん、
だから俺この間ちょっと行きまして、その道の駅みたいなとこあるんですけど、うん、そこで、あくまきを買って。あくまき美味しかった。今ね、あくまき旬ですからね、小林さん、うん、ぜひ皆さんにも食べていただきたい。こういう旬のもの、え、羊羹、羊羹ですね、俺が間違えたやつね、前ね。はい、ありがとうございます。はい、続きまして、こちらこれ一度もらったんですけど、またね、いただきました。これね、チームの荷物運んだりするトラックに以前いただいたのはつけてるんですよ、うん、あのね、きっと、マネージャーのお二人がしっかりつけて今もトラックを走らせてくれてますから、これもね、僕の車につけたりしてもしょうがないんで、せっかくだからチームの荷物車に、詰めたらお願いできたらいいなと思ってるんで、またちょっとお願いしてみますね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そしてこれは、また成松さんですよ。成松さん、はい、はい、アンテナショップで富山のお土産を買ってきましたと、うん、はい、すごくない？ホームで富山と試合してるのに、アンテナショップでわざわざこう富山のお土産を買ってきてくださるってね。はい、あ、これ違ったね、こういうのがあるんだなっていうのをね、毎回このお土産シリーズで、お供え物シリーズで、学ばせてもらってます。だから富山に行かれた時は皆さんぜひこれね、かまぼこチップスと、うん、かまぼこチップスはい、二つともかまぼこチップスでございます。味がちょっと違うんですね。はい、ぜひぜひ、これすごく美味しいよって言われてたんで、で、この方、うん、あれなんですよ、前ユナキャストの方にもってほら、来られた時言ってたでしょ、うん、お供え物ください、今回あげてました、もうくださってました。なので本当にありがとうございます。もういろんな声を聞いてくれて感謝。トビさんがいつも多分皆さんのグッズこれ作ってって声を聞いてるから、我々の声もね、サポーターの皆さんがしっかり聞いてくれてるんじゃないでしょうか。はい、ありがとうございます。これちょっと謎の封筒が届きまして、田野さん、えって多分本当に俺へのプライベートなものだったらと思って、サプライズ感のために見てないんですけど、なんか見ようか。うん、ちょっと出せるものだったら出して、何が入ってるのか。いつもね、韓国シリーズをくださる方なんですけど、ああ全然、はい、出せる。あ、例の、あ、韓国のコーヒーで、これね、皆さんこれおすすめ、めちゃめちゃこれ美味しい。甘いコーヒー好きな方はこれすごくおすすめですね。もうあれ、袋破いて入れていただいてお湯注げばもうできる、スティックタイプ、うん、で、甘さがね、絶妙、ちょっと甘めじゃないと飲めないっていう方はこれぜひおすすめですね。そして、あら、かわいい、これは、そうそうそう、韓国こういうの流行ってるからね、すごい。あー、なるほどね、すいませんね、これは多分うちの娘が4人いるから娘さんたちにっていう感じなのかな。ありがとうございます。また韓国っぽいね、なんかね、うん、これ韓国のでは有名なのかな、食べさせてます。すいません、俺もわかんないの。ちょっと知ってる方いたら教えてください。これ有名なキャラクターなのかな。奥のキャラクターが気になるの。奥は俺5人のキャラクターみたいになってる。はい、ありがとうございます。はい、はい、ということでお供え物は以上になりますね。皆さん本当に毎回ありがとうございます。もう強制してこうくださいって言ってるわけじゃないんですけどね、でもいろんなものをこう知れる機会でもあるんで、うん、皆さんぜひお供え物お待ちしております。言っとるやんってね、すいません本当に。はい、ということで、ここからコメントと会話をしていきたいと思います。はい、皆さんのコメントと会話今日ね、非常にやっぱね、勝った試合で選手のね、生電話があるとね、うん、多いですね。なのでちょっと短い挨拶とかはね、ちょっと割愛させていただきますね。はい、一番最初に読みましょうか、はい、天皇おはよう男、田野さん、富さん、小林さん、こんばんは、お疲れ様ですと。さっきね、ちょっと KYT の、ニュースエブリィのスポーツコーナー生出演させていただきまして、はい、これでもなんかってくらい喋ってきたんですけど、はい、未だに喋り続けてるっていう、はい、結構アナウンサーの方々が、田野さんよく喋りますね、最近めちゃくちゃ言われるんですよ。はい、そのリアクションになりますよね。いつかは晴れてよかったです。てるてる、たのさ、たの坊主が聞きましたね。誰がてるてる坊主や。あーじゃないです、じゃないです。今の状況なら勝ち点53以上いきますよ。ね、一戦一戦選手たちは戦ってますから、ありがとうございます。たのたの坊主、もうその、いじりやめてください。富山戦、山本選手のゴールに涙でした。友達を誘っていきましたが、かなり楽しんでくれました。ありがてえ。ありがてえ。ありがてえ。ありがとう下げます。はい。あ、どこどこから見てますって送ってくれてますね。ありがとうございます。富山戦での待ちに待った山本選手のゴール、感動しました。絶対J2上がりましょう。これさ、山本選手に生電話する前だよね。前。とりあえずすごいね。
富山戦招待招待券で、うん、2家族招待しました。ほうほう。おかわりチケット買います。わー、ありがとうございます。嬉しいですね。紹介したやつですね。はい、ありがとうございます。そういう活動がね、非常に大事になってきます、うん、これから。こんばんは、はい、配信感謝。富山戦は今季初のエキサイティングシートでした。おお。あの試合をあの席で見られて幸せです。間違いない。田中さん、ありがとうございました。いや、もう選手の皆さんのおかげですよ。ありがとうございました、うん、はい。あ、出森くんのキーパーも立派でした。ありがたいね、うん、天皇杯見に行ってくださったのかな、うん、はい。田中さん、富さん、小林さん、こんばんは。やっぱりハッピー姿いいですね。富山戦の、うん、勝手な MVP は五稜選手です、うん、本日もよろしくお願いします。皆さんの MVP もお聞きしたいですね、うん、はい。富山戦は中原選手と山本選手の今季初ゴールにしびれました。横浜から見て、ありがとうございます。点取られても取り返せるという強い信頼感がある、うんうん、確かに天皇杯のことですね、うん、勝利おめでとうございます。セットプレーではドルトムントってやつやってください。今のユナイテッドなら成功できると思います。あ、ドルトムントがやってたセットプレーをやってみてよってこと。うん、そうかもね。俺ちょっと分かんないから見てみよう。ありがとうございます。悔しくて涙を流すくらいなら、先が楽しみ。うん、そうですね。勝利も嬉しいけど伸びしろまだまだありそうな感じで毎試合楽しみです。1試合ごとに新たなユナイテッドを見てほしい。あ、ありがとうございます。そう、1人選手が変わると、うん、やることは大体同じなんだけど、うん、ちょっと変わるんだよね、うん、やるサッカーとか雰囲気が。 だから違ったこう強いユナイテッド見れると面白いね、うん、はい。新潟の中野です。天皇杯も富山戦も勝ってよかった。ありがとうございます。富安選手が左サイドバックしてましたが、田野さん、富さん、いつもと逆のサイドバックできますか。富さん左できますか。できなくはないですけど、まあなんかちょっと感覚は違う。違うよね、うん、俺右すげえやりにくい。あ、もうイメージないもんね、田野さんが右にでしょ。だから多分もう全然別のポジションっていう感じの感覚です、うん、言ってしまえば。はい。市町村ボード、持っています。あ、待っていますね。あ、はい。ゴール決めた後、米澤選手だけが、足をつったウェズレーを気にかけてくれてた。優しい男やの、うん、はい。選手権決勝のキャプテンマーク誰が巻いてるのか探して結局分かりませんでした。野竹選手だったとは今後に期待します。あ、分からなかったんですね。伊原神小生は来年 J2 で鍛え上げますのでよろしく。最後の1点悔いに残るあれがなければ J2 新潟首位、J3 鹿児島首位で完璧なゴールデンウィークだったのに十分だけど。そうですね、まあ、でもそう反省点が残ったっていうのはね、うんうん、ポジティブに捉えてよかったんじゃないでしょうか。はい。鹿児島県大会決勝戦はワンチームワンゲームのスローガン通りの試合でした。出場しなかった選手もピッチの上の選手たちを励ましサポートする姿は本当に素晴らしかった、うん、ありがとうございます。天皇杯、平谷選手をキャプテンに役割を与えてさらなる飛躍をというクラブの気持ちが伺えますね。え、うん、誰が決めたんだろうね、気になるよね。ね、平谷が俺がやりますって言ったんじゃないかな。監督じゃない、監督さんですよね、やっぱりね。はい。役が人を作る、あ、確かにね。あ、こっから MVP 縄では誰が来た誰が来たですよね、皆さん。あ、旬が来た、山旬、全ユナサポを泣かせたところ登場。泣いたんだみんなね。エプロン買いました。ありがとうございます。車椅子にかけてます、うん、いつか、カー用品もグッズ化してください。はい、はいって言いました今。ありがとうございます。はい。あのスタンドに拳突き上げたの泣いた。やっぱ嬉しいよね、スタンドに来てくれるのね、うん、はい。エプロン買えなかった、また並びます。ありがとうございます。タオル掲げた甲斐があった、うん、一緒に観戦してる佐藤さんが、俊介推しで得点を決めた時はうるうるしました、うん、多かったよねやっぱね、うん、山旬ファンが、はい。去年のクリスマスに19番の、実際に使用しているユニフォームが当たって感激。あ、うん、持ってらっしゃる、レアだね、うん。俊介選手、ケチャドバの予感。あ、こっから爆発するんじゃないかって。ああ、なるほどね。ゴールの5分くらい前くらいのシュートも実に惜しかった。初ゴールおめでとう、うん、ありがとうございます。中原選手のファンタスティックなプレーからの強めのパス、それをしっかりトラップしてシュートを打ちやすい場所でしっかり出して素晴らしいコースに流し込む一連の流れが素晴らしかった。もう評論家みたいな方いらっしゃいますね。ありがとうございます。あ、エキサイティングシートで山本選手にで、見てました。ゴール決まった瞬間は涙でした。ありがとう。なんか本当にこういう姿を見れるのは嬉しいね、うん、スポーツの素晴らしさでもありますね、はい。
セットプレーで高川学園のぐるぐるをやってほしい、うん、でなんかいろいろ考えるのもありかもね、面白いかもしれないですね、うん、こんばんは、山本選手のゴールよかった、2ゴール目もすぐ決めちゃおう、そうですね、皆さんの応援が力になりますから、ユニしか買わないサポーター、服屋を教えてくれと聞いて固まるなるほど、もう服って言ったらユニしか買わないからなるほどね、はいはいはい、もう一人は興奮した、奮闘した、ね、あ、奮闘したケイスケ、あ、もう一人は砂でしょ、あ、みんな分からなかったね、うん、有田さん、有田、有田、お、すごい、有田さん人気が、有田選手人気がすごいです、あ、古着屋、これ何て言うの、鳥さん、ラガード鹿児島、あ、ラガード鹿児島、あ、泉、あ、これ有田、加山、そう、加山選手が紹介してました、そうそう、なんて読む、なんて読む、泉にある古着屋さん、これ加山選手がね、あのラガード、ラギット、あ、ラギットだ、そう、ラギット、ラギット、ラギット鹿児島だ、泉にある、いいみたいですよ、加山選手は結構行ってたみたいなんで、はい、ぜひぜひ、見てらっしゃったら山本選手、ラギット鹿児島、泉になります、よろしくお願いします。有田選手が来て、うわ、すごいね、コメントが、レイと2人で40点。すごい、有田選手はゴールだけでなく周りを生かしているプレーが印象的、あ、確かにさっき言ってたもんね、うん、万能型ストライカーですよ、まさに、みんなゴールが決まったらボール何個配るのかな、あ、確かに今年はね、小林さん大変なことになりそうですよね、やばい、ワンゴールがね、今ちょっともうストックがね、もう発注かけたしね、もう足りなくなっちゃったから、うん、天皇杯のシャーレを掲げるのすごく嬉しかった、今度は11月にリーグ戦のシャーレ掲げましょう、やってましたね、有田選手がこうやってね、うん、ああいうのを率先してやってくれるのもね、ファンサポーターの皆さんからしたら嬉しいですね、ありがとうございます、でかい有田と、センターバックの近くのマサがモゼかった、あ、可愛かったって、ありがとうございます、有田選手のパフォーマンスもっと見せてほしい、そう、ダゾンの方が撮ってる方が、うん、撮るから来てくれって言ってた、だからもし選手の方々見てらっしゃったら、ゴール決めたらカメラが、ね、結構あるから、どれがダゾーンなのか分かんないけど、まあ、最初で確認しておいて、ダゾーンのカメラをこうなんかパフォーマンスしてくれたらすごい皆さん喜ぶと思うんで、遠方の方、特にね、あの鹿児島で見られてない方とかは、ね、すごく嬉しいし、アウェイでも、ね、あの鹿児島で見られてる方すごく嬉しいと思うんで、うん、ぜひ選手の皆さん見てらっしゃったらゴール後パフォーマンスカメラに向かってよろしくお願いします、アウェイのさ、あの民放局のカメラとかって面白いけど、全然違う、絶対使わない、使われないやつ、面白いですけどね、はい、貴重な話聞けた、かっこいい、うん、あ、リタン頼んど、全部やる、一緒に J2 行きましょう、はい、ジャッキー審判に何も言わないところが好きです、もうジャッキーって言っちゃってるから、うん、はい、2点目は五稜選手のフリックからの流れるような、あれね、富さん、ね、うん、渡辺選手のクロスね、あれもうすごかった、うん、綺麗な崩しだったね、うん、はい、チョミさんちょっと喋ってもらっていいですか、すみません、ここの失点は伸びしろですね、うん、次は失点だ、はい、山本選手のゴール泣けました、うん、うん、鹿児島キラーズは本当だね、山本選手ね、あ、間違いない、うん、お、福岡から見てます、ありがとうございます、ありがとうございます、5月5日はエキサイティングシートで大変お世話になりました、こちらシワフやピッチの水まきのこととかいろいろお話を聞くことができて贅沢すぎました、そうか、そう言ってくれたらありがたいです、ありがとうございました、うん、桜島丼かゆずわさびゲーハンか、おー、スタグルのことですね、ありがとうございます、4点目は中原選手のトラップが決めてかと、うん、そこから落ち着いて山本選手にするパスを出すと思ってます、ですです、はい、ありがとうございます、今治もホーム強いくせ者ですね、そうそう、トミさんが言った通りホーム強いですからね、天皇杯県予選決勝はダゾーンでも YouTube でも見られず、会場で観戦の姉から写真と情報で一喜一憂、その情報を県外の同級生へ転送しながら勝利を待ってました、あの勝ち方、会場にいたかったな、遠くから念を送るくらいしかできませんでしたが、これからも念を送り続けます、開幕2連戦以来の白波スタジアムへ8月には行きたいと思います、あ、待ってね、田野さん、お待ちしてますよ、はい、天皇杯はね、あと一発勝負だから、そこがね、難しいところなんですよね、うん、トーナメント、リーグ戦とは違うからね、雰囲気も何もかもが、うん、はい、今日はこの時間から富山さんもそうでしたが、ユナの対戦チームは、ハイプレスを仕掛けてきますよね、それに対して数年前に比べハイプレスの、剥がしが格段にうまくなっている感じがしています、危なっかしくなく余裕で剥がしているように思います、
うん、でもこれね、多分ね、米澤選手、有田選手、フォワード選手が裏に抜ける動きするでしょ、うん、だからこう、うかつにグーって来れなくなってきてるね、ロングパスも増えたから、うん、いい意味で、うん、相手も伸びるしね、そう、織り交ぜて今、バランス強くやってるから、すごい相手からしたら大変ですよね、うん、はい、ここから、雨続きでピッチ環境も変わってきますからね、とにかく一戦一戦、うん、そうね、梅雨時期に入ってきますからね、はい、天皇杯1回戦は YouTube での配信はできませんかね、お願いします。これね、我々がこうやりたくてできるってもんでもらえる、なかなかね、難しいですね、うん、本大会とか特にね、そうだ、難しいですね、うん、すいません、今シーズンの鹿児島は守りが硬いからしっかり守れば勝ち点1以上ついてくる、うん、そうですね、ありがとうございます。こんばんは。富山戦も昨日の天皇杯予選も勝ててよかった。富山戦の時に、ついに田野さんにシールをもらいました、ありがとうございました、すいません、なんかありがとうございます、うん、天皇杯は NHK 放送しないからどうですかね、いつもあの何十試合ってある中からこうピックアップしていくつか放送があるんで、そこに当たれば放送があったりするんですけど、多分1回戦ないんじゃないかな、うん、ある時はあるって言いますからね、向こうの試合多分、うんね、推しの選手、砂森選手の今シーズン初先発、サイドを駆け上がる姿をエキサイティングシートで目の前で見れて感動しまくりでした、うん、ありがとうございます。その良さがあるから、富さん、うん、エキサイティングシートはぜひ、走る音聞こえるから、タッ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 っていう芝生を、ね、声も一番近くで聞こえる、ね、声も一番近くで聞こえる、うん、さんの話も聞ける、そうだよ、最高、そう、これ以上ない、うん、ぜひぜひエキサイティングシートで皆さんお待ちしてますからね、うん、はい、あ、並んでました、並んで並んで、でもエプロン買えなかった、エプロンの人気すごいんだね、うん、小林さんが4着買ったんでしょ、なんで、あ、違ったね、批判を受けて、そんなやったそんなやった俺冗談です、冗談、はい、また準備しますので、はい、ぜひお買い求めください。あの、在庫が余ったら買うって言ってんだけど、もう回ってこない、そうだよね、うん、俺もちょっと子供たちにとか思ったんだけど、うん、先にね、サポーターの皆さんにだからですね、はいはい、ありがとうございます。魅力的なグッズが多くて困ります。ありがたいね。風のタオルとコンフィットユーに変えてホクホクでした。わー、よかった、ありがとうございます。エプロン、エプロン、ありがとうございます。買って帰ったのかな、多分、うん、控えめに言いました ね、 ね、グッズ、はい、脱合からシリーズのレプリカ希望します、お願いしますまた提案来たよ言った人はもう買わないといけないですからね、本当にできた時は。人はお友達も含めて、お友達最低22以上、最低22以上ですね、選手のミニクッションも再販あるのでしょうか。これはね、前も言ったもんね、今の時買ってくださいねって言ってね。ミニクッションって こんなクッションじゃない、背番号ね、顔が載ってるやつ、顔じゃない、あ、番号か、多分今シーズン売ってる会場で販売してるミニクッションはその試合ごとに選手の背番号が入って日にちとかが入ってるやつなんで、その試合、そうなんだ、その試合だけです、そのもしそのことをおっしゃってるならね、あー、試合限定なんだ、その試合だけです。え、日付入ってる、入ってます、量はすごい、量じゃん、で、背番各選手の背番号が、ほうほうほう、1試合2選手ずつかな、なるほどね、え、すごい、出てます、はい、エプロンありがとうございました、買いました、9時から並びました、ありがとうございます、お待たせしてすみません、ありがとうございます。グッズ売り場広くした方がいいんじゃないかなありがとうございます、いやね、ご提案ありがとうございます、はい、タツゴからのコンフィットシャツとユダイクのフェイスタオル買いました、あ、ありがとうございます。こんばんは、長野県松本市からまた見てます、うん、山がサポだけど広瀬選手の小サポです、うん、鹿児島の得点力とフォームで強いの羨ましい、選手タオルの通販再販お願いしたいです、だそうです、はい、はい、嫁がコンフィット着てその上にエプロン、着用してユナステ見ております最高です、すごい、はい、模範的な、ユナサポです、ありがとうございます、はい、エプロンは、ネット販売できないでしょうか、エプロン徳之島にも届いたよ、姉が並んで買ってくれました、ありがとうございます。ブエモユカリさんで湯に変えるのすごいな、エプロン通販お願いします、エプロン通販多いね、あ、うん、タツゴからのデザインコンフィット200円ガチャに1時間子供と一緒に並んだが残念ながら売り切れになりました。こればかりはね、はい、ガチャなんでね、なんとも言わない、でも本当にすいません、ありがとうございました、はい、並んでくださって、タツゴガラコーン買いました、ありがとうございます。グッズ、キーデの道の駅では販売しないから、あ、地域の皆さんも喜ぶと思います。あ、確かに確かに、うん、確かに確かにだ、ね、ありがとうございます、ナイス提案、トミーのナレーションがプロ並み、プロ並みだった、多分あのグッズのあれだと思います。おー、うん、ありがとうございます、ありがとうございます。アウェイ組ですが、レプリカ、コンフィットともに JOS で購入できる、そういう感じなんだね、やっぱりあの、うん、鹿児島に来れない方が買えないかってことですね。あ、
はい、販売の予定はあるので今しばらく。ああ、なるほど、はい、予定あるみたいです。お待ちをいただければと思います。お願いします。ガチャは次からは、1人1回にしてください。あー、難しいとこよね、これもね。あー、200円のね。あー、200、そう、200円ガチャね。今回イベントガチャね。はい、ご提案ありがとうございます。2016年に販売していたトートバッグは、使いやすかったので、そろそろ新しいトートバッグの販売をお願いします。できれば容量アップしたものをぜひとも。トミさん、はい、グッズの要望がすごいね。はい、ツイッターにも書かれてたので。あ、そうなんだ。はい、富山線のグッズ売り場、行列続いてたのでガチャだけ回しました。もうすぐクーの誕生日です。ユダイクーの大きめのぬいぐるみ、再販熱望している方が周りに複数名おられます。トミさん、お願いします。はい、こっからトミさん提案タイムじゃん。タケ君どうなってるって聞く。ここアカデミーコーナーですかね。はい、タケ君来た来た。小島君もすごいな。リンシロ君ハットトリックすごい。うん、タケ君、リンシロ君トップチームで見たい2種登録を、ね、そういう可能性だってありますからね、うん、U18 にいる以上。リンシロ君ミッドフィルダーでしたか。どうでした。多分ね、リンシロ君はミッドフィルダーだと思いますよ、うん、はい。早くトップで見たいですね。あ、黒の達合からコンフィットレプリカ欲しい。なるほど。ツイッターフォローしました。やっぱり気になりますね、タケ選手。小島選手のハットトリック、これからが楽しみすぎます、うん、じっくり育てて目指せ、中野真也。はい、タケ君、林志郎君、2種登録だ。いつも楽しく拝見させていただいております。私のミスなんですが、ロンパスを買いそびれちゃいました。再販お願いします。なかなか難しいですね。でもありがとうございます。こう買おうとする意思がね、ありがとうございます。川島さんのこの間の、ビギナーギナーありがとうございました。はい、ビギビギナー、あ、ビギビギナーありがとうございました。何、88夜過ぎたから夏や。ああ、なるほど。さすがケチハヤト来てくれたの嬉しかった。本当に晴れてよかった。5000人はい、ここから夏。川島くんコーナーのコメントもすごくなりましたね、トミさん。うん、屋台村も今年の、夏復活で楽しみだ。ハヤトなんだけど声がどこかで聞いたことが。なるほど、あ、どこかに聞いたことあるんですかね。ユナステお疲れ様です。ありがとうございます。衝突な、うん、ユニフォーム、インスパイアの、ポロシャツ欲しいな。趣味のゴルフでも、あ、ゴルフでもユナイテッドアピールしたいです。なるほど、ポロシャツね、うん、あ、なるほどなるほど。 J2 時代を、超えたのか、すごいよな。観客数バロメーターはスタグルです。行列な、なるほどね。スタグル あの列とかであれか、うん、お客さんがどれだけ入るかっていうのを皆さんはね、この人は把握してるんだね。密度メーター405、すごい密度部下朝彦魂。密度メーター、お、田野さんが来てるハッピーいいなといつも YouTube 見ながら思ってて、富山線から、来て応援しています。15日の今治線も車椅子の方と、車で行きます。当日はユニ&ハッピーを着てユナイテッドをベンチ後ろの、最上階車椅子席にいるので、選手の皆さん手を振ったりしていただけたら嬉しいです。そして、5日8日勝利した勢いでガチャを回しにユナゾンへ行ったんですが、まさかの財布を忘れて撤退しました。うわー、回せなかったってことだね。またぜひ、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。ミッドメーターですが、富山の何、左側の社長をご覧になっていたようです。お、そうなんですね。富山の社長さんもご覧、そう、スタジアムにもね、あのメーター、はい、置いてあるんですよ。そういうブースがあって、じゃそれを見てたってことだね。ああ、なるほどね、ありがとうございます。今度富山の大物に会ったらどうする、なんとかメーターみたいな営業部の人の名前でありそうだよね。パクってもらうの大いに嬉しいもん ね。はい、ぜひぜひ。選手の移動着用の、これずっと言ってね、ロンティー、めっちゃかっこいいです。売ってもらえないでしょうか。なかなかね、俺も着たいぐらいですかね。はい、スタジアムのビジョンで公式 YouTube チャンネルの放送とチャンネル登録の呼びかけ、試合開始の90分前くらいにしてますが、もう少し試合開始時間に寄せれないのでしょうか。ライトの層の散歩に呼びかけるなら、より試合開始時間に近づける方がいいかなと思ってます。田野さんの編集した魅力的な動画を多くの方に見てもらいたいです。これね、いろいろね、こう本当にね、こうスケジュールが組まれてて、もう入れてもらえてるだけでも俺はありがたいなと思ってるんですけど、うん、結構あれでもね、いい時間帯にやってくれてるね、うん、うん、だからありがたい。それ以降はこうやっぱり試合に際してのこう告知とか案内とか、そういうものをこう盛り込まないといけないルールもありますんで、
すいません、なかなかね難しいところですね、うん、試合後選手がスタンドに挨拶に来るとき、ちょっと前までは警備員さんが観客、あれね、前に来る子供たちとか、うん、あやめてほしいっていうのを警備員さんが止めてたけど、移動しても良くなったんでしょうか。これは移動しても良くなってはないです、うん、なので僕が見た限りこう警備員さんも呼びかけはしてるんですけど、なかなか、席に戻っていただけないお客さんもいらっしゃったんで、こう見てる方々含め、最後挨拶の時他のお客さんを平等にね、こうやっぱり選手たちを見てもらいたいので、ぜひぜひ、ルールは守った上で観戦いただけたらと思います、うん、まあ、でも一番いいのはエキサイティングシートに来てもらえたら、うん、一番近くで最高に見れるからね。はい、ぜひエキサイティングシートでお待ちしております。はい、お供え物は田野さんへ手渡しいいのでしょうか。スタッフさんへ渡すのは禁止になったので、お供え物は郵送のみになるのでしょうか。これ基本的には、選手とか、現場に関わるスタッフの皆さんですね。はい、富山戦の勝利最高でしたね。あ、グッズ関係でトミさんにお願いがあります。この前広瀬選手のセレモニーがありました。 T シャツだけじゃなくポストカードありましたが、T シャツアクリル板みたいな、ポストカードみたいなアクリル板みたいなやつ、シールと1000円ぐらいであると買いたくなります。もし、よろしければご検討。あ、選手のポストカードってことか、うん、はいはい、先日の、鹿島サポです。 ありがとうございます。石津くん貢献できているようでよかったです。頑張ってましたよ。また応援してあげてください。はい、アウェイに行くといつも思うんですが、俺たち鹿児島タオルをなんで買わなかったんだろうって。あ、そう言われた。俺たち鹿児島って書いてある昔は販売したタオル、あれがかっこいいってサポーターの中でブワって噂になって、めちゃくちゃの人に、結構の人に言われた。俺めちゃくちゃな結構な、めちゃくちゃな結構な人にめちゃくちゃな人に言われたみたいだけど、多くの人に言われた。はい、俺たち鹿児島っていうある、確かにかっこいいっすよね。皆さんお疲れ様です遅れてやってきて、追っかけ再生しています。天皇杯の石津海君が、褒められて嬉しいです。東京なので天皇杯見に行けなかったのですが、頑張ってたんですね。早く自分もピッチで石津君、石津選手見たいです。そうですね、その応援がまた力になりますから。セットプレーのドルトムントダゾーンのホニャララのフットボールタイムですよ。ああ、なるほど、ありがとうございます。有田選手の天皇杯でも勝利の乾杯を、未遂してくれました。あ、やってくれたんだね、一応ね。富さん、乾杯用のグッズ頑張ってほしいです。富さん、田野さん、小林くんさん、お疲れ様です。富山は快勝、天皇杯はいつも以上にハラハラドキドキでした、ね、一発勝負っていうのもありますからね。はい、トミさんお願いします。リーグ戦よりも早くギラとの対戦するのはチームとしてどうなんですか。あんまり関係ないかなって感じしますよね、うん、開幕戦前とかならね、まだちょっとあれですね。そう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 、リーグが進んでる中なので、特にね、うん、1試合っていう意味かなと思いますけどね、うん、いずれにしろやるしっていう感じだもんね、うん、はいはいはい。宮崎から来たものです。テゲサポ、ユナサポファミリーです。お、数少ない女性視聴者。おお、嬉しい。田野さん会いに来ますね。ありがとうございます。あ、スタジアムでお会いしたね、多分俺。ありがとうございます。田野さん、富さん、小林さん、こんばんは。こんばんは。お供え物のコーナーでしっかりと講話のことも言ってもらえて嬉しかったです。あ、ありがとうございます。3年越しに富山戦勝利見れてよかったです。観戦できる試合は全て全力応援で、いけない時はダゾーンで全力応援、絶対 J2 昇格を喜びたいです。長いシーズンなので家族で全力応援、ワンチームワンゲーム、全力応援で感謝。はい、ありがとうございます。もうぼちぼちね、9時に差し掛かってきたので、本当は45分に終わる予定だったんですけどね、はい、まあ、電話とかもあったので、うん、9時までには終わりたいと思うので、そろそろ終わりの方に向かっていきます。はい、はい、ゴールデンウィークに天皇杯とリーグ戦2つ勝ったから、島美も2本買っちゃいましたありがとうございます。それ嬉しいね、ありがとうございます。大阪から行きます。この間の富山戦で初めて島美人飲みながら応援しました。あ、旦那は毎回こんないい気持ちで観戦してるんだろうなと思って次回も飲まなきゃと思いましたで、うん、なかなかね、車で来た方はね、飲めないですもんね。なんか公共交通機関で来たらね、またいいかもね、うん、はい、ぜひぜひ、うん、大学生と J リーグプロの戦い、鹿屋台大も強し、うん、途中激しい接触、選手同士、あ、接種、あ、選手、接触選手同士のコミュニケーション2の感激、とりあえず焦らず落ち着いて一歩一歩、選手、サポ、クラブ、地域を挙げてワンチームワンゲーム頑張っていきましょう。天皇杯本戦初戦見に行きます。はい、富さん、田野さん、富さん、小林さん、田野さん、頼んど。はい、ありがとうございます。
お、ちなみに昨日選手は、選手バスで着ていたシャツが欲しい。あ、一緒のやつだね、うん、あの KUFC って書いてある。あれかっこいいね、うん、そういえば、そういえば長野のユースタで島美人が1杯300円で通常は600円だったらしい。ヤナサボが来るから安くしてくれたのかな。あ、そうなんだ。普段から売ってるってことなのかな。へー、だったら嬉しい。でも鹿児島の試合だったから、あ、でも普段から売ってるってことだね。通常は600円ってことだから。でもありがてえな。ありがとうございます、うん、あ、グッズでピアスとかあるといいな。確かにピアスいいね、うん、うん、新潟のサポーです。 ありがとうございます。ユナサポー新潟支部が増えたの嬉しいな。確かに増えてる、新潟サポーの皆さんね、ありがとうございます。来場ポイントの景品に選手のサイン入りポストカードにしてもらえると嬉しいです。徳重代表へサラダホープの、新味が出たので、近々送りますね報告ね強い新潟兄貴と兄弟で嬉しい。秋山も頑張ってましたね。あーね、ありがとうございます。俺たち鹿児島タオルマフラー再販希望です。皆さんこんばんは。疲れて寝てしまったのでアーカイブで見ます。すいません無理しないでくださいね。はい、次節今治戦の勝利を願って鹿児島へ。おお、これ言っちゃってる先に。ありがたい。はい、ありがとうございます。今日も配信ありがとうございました。次節ワンゲームワンチームで勝ちましょう。感謝。俺たち鹿児島タオルとだとレブライズやドリームウェーブの試合も、あ、持っていけそう。なるほどね。本日の配信感謝。今治戦の勝利を願い感謝。奥さんがワンチームワンゲームの T シャツを買ってました。ありがとうございます。嬉しい。奥さんが買うって結構すごいね。鈴木さんで販売してますんで嬉しい。ぜひぜひぜひお願いします。次節も勝利を目指して感謝。はい、ありがとうございます。ということで今のコメントを最後に、今日の配信はちょっとね9時も過ぎましたので終わりたいと思います、はい、それではトミさんお願いします。鹿児島ユナイテッド FC 次節 FC 今治戦の勝利を信じてワンチームワンゲイ、せーの、感謝。ありがとうございました。ありがとうございます。また次もともに